今日はもう朝飯は来る途中に買ってきたんで、ファミマでおにぎりとドーナツを買ってきました。今日はヒップバッグを持ってきたので、まあトップケースよりは温度は上がりにくいと思うんで大丈夫でしょう。釣り行くために、釣るために四国へ行ったのが最後だね。キャンプはテントの設営と撤収がめんどくさいんだよな。何よりも撤収がめんどくさい。特に雨が降った後とかだと、家帰ってきてから乾かさなあかんしね。行ってません、キャンプには。まあバイクも通勤でしか使ってなかったんで、原付き2種を。キャンプに行くことなどありませんでした。道の駅、まあ、今はそんなおしっこ出んで、ここも別にする気ねえんで、こう曲がってくるか、こうまっすぐか。こう登ってくるか、でいいんか。グレーチングじゃなくてグルービング工法だっけ、この溝。お、こっちだな。ここをくね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 上がっていく感じだな。池田さん通行止め、毎週土曜日。あ、今日は日曜日だって大丈夫だ。池田さんってところに、なんか展望の宴なところがあったので今向かっておりますが、バイクでどこまで行けるのやら。まあ今日は、あれ、こっち右、右か。僕のダートに行かない限り、フォルツァでも全然行けます。
日は未定です。綺麗な舗装に変わった。ほら、あ、シールドを開けると気持ちいいっすわ。そう、フォルツァの納期はまだまだ分かりません。もう半年ぐらい経つんだけどな。バイク屋から連絡があって、お、ついに納車かと思ったんですけど、キャンセルが出たのでどうですかいう感じで、私の欲しい色じゃなかったんで断りました。私の欲しい色はまだ1台も入ってきてないそうです。ついでに聞いたら、まだ納期未定ということでした。まあそれまでは CRF で楽しみます。というか CRF とフォルツァと2台あるとそれはそれで楽しいんだけど、2台あってもどっちかにしか乗らなくなるからね。通勤用とツーリング用っていう使い分けならまだしもね、今はもう通勤で使ってないんでね、バイク未来もいらないんだよな。以前は2台持ちしてたこともあったんですけど、その時は通勤用とツーリング用って感じだったんで、まだ使い分けはできてたんだけど、もうツーリングに行かなくなったらもうゲラリンド原付2種の方しか乗らなくなっちゃったからな。体は一つしかないので結局便利な方に乗ってしまうっていうことになるので、場所もお金も今はないので1台しか持ってませんけどね。
週末しか乗らないからな。この辺はね、見えるっちゃ見えるけど、ちょっと木が邪魔しとるな。おお、高いとこから見る景色はいいな。怖いけど、高いところ怖いけど。枝の森駐車場がある。どこか景色の良さげな気持ちいいとこで朝食を取りたいのですが、池田の森公園、この先だな。めっちゃ広がっとる。なんだろう、何したいん。どこ行く。行かない方がいいか。ダートになっちゃった。どっかで引き返そうぜ。こういうところはオフ車の方が安心感はありますね。まあ速く走れるわけではないけれど、よいしょ、一旦止めましょう。金華山、10年以上の前のカメラで撮っとくか。風景モード、
話はいいっすよ。僕は曇ってなければな、もうちょっとよく見えるんだろうけど、しようか。